どうもー。はい、明日ですね、明日の夕方18時過ぎぐらいからですね、あやさんとイカセンターで、ライブ放送をします。で、今回ですね、あやさんと、ライブ放送を、万全に、期すためにですね、まあ、最近僕ですね iPhone、まあ、ちょっと動画をまた送りつけられてきたんですけど、告知しましたみたいな、おぞーす、あやとーん、あやとーん、はい、あ、まあ、最近ですね、まあ、まあ、これあやさんにも見せたんですけども、調子悪いんですよ、 iPhone が、ね、調子悪くて、ドゥルルルボーン、今日 iPhone8 のバージョンアップ、8にバージョンアップしてました。明日のために、明日に間に合うために、これ iPhone8 レッドにバージョンアップしました。やっぱ早いですね。やっぱね、 CPU がね、と iPhone6S をずっと使ってたんですけど、非常に、早いですね。でもね、ちょっと動画がなんかね、ちょっとインカメがちょっとね、顔がちょっと濃いですね。なんか iPhone6S よりちょっとインカメのやつがね、うん、ちょっとね濃いかなみたいな、顔がちょっと濃い感じで撮れるかなみたいな、まあ、明日このニューカマーでね、まあ、これも実は、まあ、このレビュー動画撮るんですけど、iPhone レッドが入ってないレビュー動画をします。もう稼働してるんで、もうバックアップすごい簡単でしたね。なんかiTunes の方でバックアップしたら、まあ、すぐデータ移行できて、お、早いなみたいな、まあ、そんな感じで、まあ、これ今まで使ってたやつ、これね、これがこれが、これ下取りするんだ、これはなくなります、下取りで。そう、まあ、そんな感じで明日、あやさん、まあ、あやさんの PV これから映しますけれども、明日ね、イカセンターあやさんとこのね、ライブを万全にするためにこちら新調してきましたんで、明日多分耐えれるんじゃないかなと。バッテリーもニューですからね。そう、ただね、 iPhone8 の一番の難点が まあ、今さっきねちょっとジャック買ったんですけど、もうね、その電池、まあいいや、これレビュー動画撮ろうかな。これなんやねん、ピロピロン、これピロ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 、なんやねん、これちょっとクソめんどくさくないですか、これね。ちょっとクソめんどくさいな、これ。なんかこれね、充電しながら今まで充電しながら、まあiPhone6S はね、iPhone6S はここにイヤホンジャックと充電があるんで、充電しながらイヤホンでなんかやったりとか、まあいろいろできたんですけど、これね、これだけがちょっとね、まあちょっとこれに対応するとジャックをね、じゃあピンマイクもあるんで、ピンマイクも使いたいなとは思うんですけど、ピンマイク明日使えないですね。ピンマイク使ってと、その充電場所がなくなっちゃうんで、そうここにピンマイク挟んでやっても、そしたら充電できなくなっちゃいますね。そうだ、それ用のちょっとねジャックを買ったんですよ、今さっきネット通販で。間に合わない、ちょっと間に合わないですね。そう、イヤホンでねちょっと撮りたかったんですけど、まあでも新品だから持つかな。いや、イヤホンでね撮った方がね、やっぱクリアに撮れますから、クリアに撮れるんでね、せっかくなんでね、まあまあいっか、まあいっか、しょうがないね。まあ今度また機会があると思いますんで、ということで明日はイカセンターでライブお届けいたします。ではこの後ですね、本当に何分だこれ、あ、これ49秒、あ、長えな、長い、これどうやって入れよう、まあ、ちょっと考えます、これ入れ方、入れ方考えようかな。そう、まあここの下、わかんない、どうやって編集するかわかんないけど、とりあえずそのあやさんの部分をちょっとかましますんで、はい、ではバイバイ。